君は放課後インソムニア生配信。皆さんこんばんは、4月10日から放送スタートのテレビアニメ君は放課後インソムニア、中見ガント役の佐藤源です。本日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。ちゃんと持ってきたよ。ナイス。そして曲がり伊崎役田村好美です。よろしくお願いします。お願いします。そしてはい、あの水かなみ役藤原夏実です。よろしくお願いいたします。こんばんは。はい、ということで君は放課後インソムニアを盛り上げる生配信始まりました。前回は3月の5日に、僕とこのちゃんとそしてリンさんでお届けしましたが、はい、藤原さんご登場です。よ、お邪魔します。今日はよろしくお願いいたします。ね、今回パーカーも着てくださってあ、そうです。前回のあのリンさんとお揃いのパーカー着させていただいてます。おそろやで。おそろです。受け継ぎました。ね、前回もリンさんこれ着てらっしゃいました。着てましたね。うん、はい、君は放課後インソムニアの予習がたっぷりできる生配信です。アニメは4月10日スタートということで放送直前、前回よりも深く作品キャラクターを掘り下げていきたいと思います。この配信を見てアニメ放送をますます楽しみにしていただけたらと思います。はい、コメントも見えてますのでどんどん書き込んでくださいね。お願いします。そうなんですよ、前回の放送も1ヶ月前なんですよね。早いっすね。あのリンさんの時も私あの呼び方どうしようかみたいな流れになったんですけど、私はぜひ2択大丈夫ですか。今痛い音したね。そう、僕はずっとあのブース一緒だったことが多かったからこのちゃんと呼んでること多いんですけど、藤原さんとかそれこそね、おすすめの2択がありまして、はい、田村か田。あ、そうだ、言ってた前の配信でも見させていただいて、はいはいはい、たみたいな風にあのおすすめなんです。リンさんたって言ってましたね。じゃあたにしようかな。たよろしく。たよろしく。俺慣れねえんだよな。あ、よろしくね。はい、ということで、はい、早速ではございますがこの作品をまだ知らないという方に向けて、作品のイントロダクションをご紹介します。はい。曲がりがいると学校に行きたいと思う。これってどんな関係なんだろう。不眠症に悩む高校生中見ガンタは文化祭の準備を抜け出して入った物置になっている天文台で同じく不眠症の曲がり伊咲と出会う。二人は秘密の場所を共有することになり、あなたの夜にもあなたの眠れない夜にもきっと意味があるということでございますが、原作は青春漫画の騎手小城誠さん、はい、2023年6月には実写映画化も決まっている話題作でございます。トントン拍子。不眠症に悩む高校生2人の物語ということでして、うん、インソムニアとは不眠症という意味なんでございますけど、もう藤原さんは、はい、よく寝れますか。そう、あはって何。そうですね、どこでも寝れる人間なので。最強やん。そう、雑魚寝しても寝れる。最強人間。素晴らしい。いや、でもやっぱちょっとその夜更かしっていうか、はいはい、昼間にたくさん寝てしまって、はい、あの朝方とかねまで起きてるみたいな、はいはいはい、あのさ、ガンタ君も言ってたさ、あの朝のオートバイの音が嫌だとか、あ、嫌だとかね。そう、ちょっと鳥のチュンチュン鳴く声がさ、はいはいはい、ちょっと嫌だみたいなのは結構あの絶望することあるから気持ちはよくわかる。そう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 、なるほどなるほど、はい。じゃあね、せっかくなのでキャラクターのね、はい、あのお話に行きたいと思いますが、はい、この紹介してもいいでしょうか。はい、ここからはキャラクターについてお話をしていきます。はい、前回の生配信ではキャラクターの公式プロフィールを穴埋めテストっぽく学生っぽくね紹介していきましたが、はい、今回はよりキャラを深掘りできるこんな紹介をしていきたいと思います。はい、題して君は放課後インソムニアキャラクターイメージ調査。今回は私たち3人キャストから見たキャラクターのイメージをご紹介していくことでキャラクターをさらに深掘りしていきたいと思います。はい、ちなみに聞いていく質問内容はこちらです。はいはいはい。1、自分が演じるキャラとはどんな関係性。はい、2、うん、動物に例えると。はい、3、家族にするならどのポジション。4、このキャラと一緒に行くならどこに行きたい。うん、なるほど。4つを
カクカク聞いていきます。はい、それでは早速やっていきたいんでございますが、はいはい、まあ、あの自分があの演じるキャラクターとはどんな関係性かっていうのはその人担当のキャラクターは抜かせていただきます。はい、そうですね。訳が分かんなくなります。そうですね2次元と3次元を超えた関係になってくるのでそれは、各々でカットさせていただきますので、はい、そこはご了承いただければと思います。まずはですね、本日配信に参加している僕たち3人のキャラクターから、私佐藤玄が演じる、中見ガンタの公式プロフィールをご紹介します。こちらです。はい、能登の高校1年生、長期にわたる不眠によるイライラや不調のため誤解されがちだが素直で真面目ということでございます。おい、まあ、本当にね、あの本来はすごく優しくていい子なんですけども、まあ、不眠症がゆえになんかいつもイライラしてる、うん、そうね、あいつだけなんかこう世の中全部俺が中心で悪いんだみたいな、なんか全ての不幸を背負ってるんだみたいな感じの風に勘違いされてる子ではありますけども、はすごいまっすぐでいい子でございます。めちゃめちゃいい子ですよね。めっちゃいい子です本当は、うん、はい、ということでここからはね、はい、さらにキャラクターを深掘りしていく質問にそれぞれ答えていきたいと思います。はい、それではね、スケッチブックの方ご準備ください。答えました、ね、そう、これね我々事前に答えておきました。それは柴原さんが悩んでるのを見てました隣でちょっとねまだねやっぱ放送前だからさもうねちょっと関係性とかねなかなか難しいわよね、ちょっとねそれでは一斉に見ていきましょう。せーのでドン、はい、こういうのでいいのかな。お、なんか付け足した跡があるあ、うん、なんかおい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 、はいはいはい、ストップ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 、どうしたどうした、藤原さん、藤原さん、どうしたどうした、一番上どうした、どうしたどうした見えちゃう、どうした見えちゃう、これそれどうした、バリバリ見えてますね、バリバリ見えてるないやいやいや見せてますよね。うーん、まあ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 、はいはいはい、実際にね、なんかね PV でも、あ、これもトークしちゃっていいんですか。はいはい、まあ PV でもね、ね、はいはい、PV でもありましたけど、はいはいはい、ね、最初あの水がちょっと段ボール取ってきてみたいなことをね、はい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 、言ってましたから、ね、若干パシリなところもありつつ、いやいやそんなんじゃないよと、はいはいはい、本当はまあまあでも言うてね、はい、最初の頃、まあ最初の頃はねクラスメートとかするもう純粋なクラスメートです。この純粋なクラスメートがですよ、すごいですね、はい、そんなあの思いっきりまずクラスメートの前に書くんですね最初に本当だ最初にポンって思いついたのがあ、パシリだいやでもそんなんじゃダメだと、さすがにそんなんじゃダメだということでちょっとね、はいはい、クラスメートというふうに定定させていただきました。私これ他のねあのみんなも気になってますが動物、うん、動物、はい、うん、まあ、藤原さんは、うん、キリン、キリン、キリン、これは本当にめちゃくちゃ悩んでましたよ。めちゃめちゃ悩みました。あのいろんなあのいろんな情報を、はい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 、いろんな情報、いろんな方の情報をお聞きして、はい、こうキリンさんはあの睡眠時間が 1.9 時間と、なんか割と短めというふうにあのお聞きいたしまして、はいはいはい、動物図鑑かな知識ひけ散らかしちゃ、ひけ散らかすひけらかちさすひけ散らかす、引き散らかしていくよ。そう、あの睡眠時間が短いんだって君。いや、いや、あのなんかこうこういう風に見えるなとかじゃなくて修正、そう修正なの。そう。え、このちゃんは？私はあの茶色の毛が生えた動物。結構いるね。なんだろう。あのビーバー。特定したくなかったんですよ。でも、はいはい、なんか中身って茶色の毛の動物っぽくねって。はいはいはい。すごい。でもそしたら隣に白い猫。っているんで、ま、うん、まあ、うん、合わないねそこ。合わない。みんな全然違うね。ね、そうか、そのツンデレな、ツンデレな、なんか普段あんまり言うこと聞かないように見えるけど、うん、本当は素直でいい子だよっていうのが、うんうん、まあ、白い猫かなっていう、うん、猫。あ、なるほど。で、ですけど、まあ、茶色の生えた動物。そうですね。おっきゃんさんから言われちゃってんじゃん。うん、茶色の毛。パッて出てくるとしたら何が出てくる？私タヌキが出てきたんですけど。ああ、はい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 。まあ、メガネとかも。確かに。でも、もっとワールドワイドに行きてえなって思った時に。ワワイド。ちょっとかっこよく生きてる。ちょっとくくりでかくしたい。うん。中身って茶色い毛生えてそうじゃない？完全になんかもうフィーリングみたいな感じの。なるほどね、はい、そして家族にしたいのは僕は長男で、うんうんうん、私も
3歳離れた兄です。あ、すごい、みんな細かく、まあ、細かく言ったね。細かく書いてんな。で、藤原さんが甥っ子。甥っ子ちょっと気になりますね。甥っ子、なんか私自身にもちょっと甥っ子がいるんですけど、はいはいはい、いつもヤジャジャジャみたいな動物ちょっとで、かわいいかわいいみたいな感じの、はいはい、こう、甥っ子がいるので、なんかね、ちょっとガンタ君もあじゃ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 一緒にね、ちょっとね、楽しくワイワイ遊んでみたいなみたいな。で、ここは兄ではあるけど、うん、具体的に、うん、3歳離れてそうです。佐藤さんの声は、うん、あ、3歳離れてる。あ、もう声質的になる、うん、全部3歳離れてますよ。え、何、プラマイス3なの俺の声って。でも下にはいかない。下にはいかない、プラス上に3、上に3って思ったら長径長径長径、ね、長径でございます、うん、まあまあまあ下の面倒は見るかな、なんやかんやねって、うん、思ったので、まあこれなんでかっていうのはやっぱりね、アニメの方見ていただけたりとか、うん、まあ原作見ていただけた方にはちょっと理解していただけるかなと思いますが、うん、そして最後にはこのキャラと一緒に行くならどこに行きたいということですが、僕は図書館、はい、あ、近所のスーパー、私はリラックスできる場所。そう、ガンタのこと思ってくれてるそう、なんかね、なんだろう、まあ温泉だと大きすぎるのかな、なんかマッサージ屋さんとか、なんかね、ちょっとでもリラックスできる場所に一緒に行きたいなっていうのは感じました。なるほどなるほど。このちゃんはなんかこう普通な感じがガンタはいいんですよ、はい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 、いや特別な場所になんて行かない。スーパーでブロッコリー買って、うん、硬い方が好きなんだよねとか言ってそうよくは言ってる、うん、今日何肉にする、鶏肉食べたいな、うん、親子丼作っちゃうとか言ってそう。あ、佐藤さんは言ってる。いや俺は言ってる確かに佐藤君は言う。俺はすごい言うわなるほどなるほど、親近感感じました。なるほど。そして俺は図書館、その一緒に行くなら一緒に行くけど、なんかあんまり気使ってほしくないなっていうので、好きなことしててほしいけど、うん、一緒の場所にはこう安心していけるかなっていうので図書館、うん、彼は彼で例えばそれこそ星の勉強したりとか、うん、カメラの勉強したりとかもするだろうし、うん、まあ、俺は俺で好きな、知識を入れていく感 じとかっていうのがいいのかなって思ったりもしました。さすが、さすがですね。はい、じゃあ、はい、続いてのキャラクターでしょうか。はい、私が演じさせていただきました、はい、マガリイチャキ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 聞くな聞くな、可愛くなったマガリイサキちゃんの紹介です。そしてこちら、はい、能登の高校に通う1年生、夜眠れない悩みを人に言えず昼間こっそり天文台で休息を取っている、はい、こちらの女の子ですね。はい、まあ、中身と打って変わって、うん、寝てないとは思えないような、うん、そんな女の子なんですけれども、生活な、はい、うん、じゃあ私が気になるな、見たいです。じゃあ皆さんと俺が先に出しますか。はい、行きますか。せーの、ドン。一番上なんだっけ。安心感のある関係性で、はい、動物に例えると、うん、まあ、犬。わかる、わかる、うんうん、すごい犬だっていう、うん、で家族にするなら妹。わかる。これ三女とかではなくて、まあ、2番目。なるほど、ちょっと違うもんね。ちょっと違うんですよ。で一緒に行くならそれこそ動物園とか水族館とかかなって、うんうん、はいはい、わかる。で、はい、さんは、私は大事な話ができる友達。そうですね。で動物に例えるとイルカ、うん、あーなるほど、はい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 、で家族にするならペット。ペットか、はい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 。イサキとどこに行きたいか、プール。あ、でもイサキもね、水感ある。私もあの見てください、あれ絵が可愛い、いっぱい描いたんですけど絵が可愛いな魚魚魚、イルカわかりますね、はい、魚可愛い、持ち悪いって言うなこれは正面から見たボツボツのなんだそれ、なんでしょうねなんだそれ写すな写すんじゃないよ、やめなさいよ。いや私もでも藤原さんと同じく、うん、例えるとしたら、動物に例えるとしたら水関係でクラゲなんですよ、うん、おー、なるほどね。と、なんて言うんでしょう、とっつきにくくはないけど、うん、でもふわふわしてそうな
うん、なんか明るいのか暗いのか、はいはいはい、ちょっとよくわからない子だなっていうイメージです。で例えるとするなら、家族にするなら双子の姉。あ、双子の姉、ね、姉か。なるほどね。なるほど。お姉ちゃんっていうぐらいまでは離れてない感じはするんですよ、はいはい、うんうん、だけど、うーん、じゃ下かと言われたら違う、うん、確かに結構ね、絶妙だよね。絶妙なんです、この子絶妙なんです、うん、行きたいところは遊園地、うん、あー楽しそう。遊園地確かに楽しそうだ、うん、一緒に行きたい。なんかでも結構全員アクティブな場所という先には行きたい、うんうん、そう、本当そうですね、うん、佐藤さんも動物園、水族館、アウトドア派の、うん、アウトドア派なイメージが、うん、そして水属性っぽいって、はい、確かに確かによくわかりましたけど、うん、なるほど、結構これは解釈一致で近いんじゃないですか、うん、ね、うんうん、はい、じゃあ続いてのキャラクターは、はい、キャラクターですかね、はい、続いて掘り下げるキャラクターは私藤原夏実が演じる穴水かなみです。こちらプロフィールをご紹介いたします、どうぞ。はいはい、はい、穴水かなみですね。イサキの友達、ソフトボール部、まっすぐな性格、元気ということで、はい、はい、ということで、まあ、ちょっとね褐色なところもやっぱりこう元気というか外で活躍してるんだろうなっていうところも、うん、そうね、ソフトボール部なんでやっぱ、うん、こう運動部って感じの子ではあるのでね、うん、体力系なイメージがありますけども、うんうん、じゃあ、うん、藤原さんどうですか、こっちが知りたいかみんなで出したいか。みんなで出したい、みんなで出したいじゃあみんなで出しましょう、はい、それではせーの、どんどんどん、どうだいどうだい、どうだいどうだい、知り合いの知り合いを感じますね。そうだよね。いやだって実際そうだよね。実際マジで知り合いの知り合いだから。そう本当にそうだから。そう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 。あとは、しかも一面ですね。あ、そうね。あ、そうね。はもうなんかもうちょっと近め一面。うん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 。例えるとするなら動物は。うん、私特定の人にしか懐かない犬。ああでもあ分かるかもしれん。そうかもそうかも。あ、私はハムスターなんです。あ、なるほど。僕はですね。うんうん、ゴリ。あ、鳥鳥鳥鳥。あ、ゴリ鳥。おい。何ですか。ゴリ鳥。やめなよ。みんなやめなって。あ、私もちょっと一瞬思ったよ、ゴリ。ちょっとゴリの方かなって思ったよ、私も。ゴリ。いやでもやっぱと、まあね、外で活発でね、うん、やっぱりこう自由な、うん、活発なイメージがありますから、鳥かな、あ、鳥なのかなって、鳥は適当に書いたわけじゃなくて、適当ではない、ね、一応まあそういう理由があって書いてるけど、ゴリゴリこいつ穴水怒るぞおめだってパシリって言ったじゃねえかよ同じことしてます私たちはい、そして家族にするならどのポジションっていう感じですか、はい、うんうん、あ、姉、姉、一緒だ、姉、姉、あ、みんな一緒だ、姉、姉、姉、一緒だ、やっぱお姉ちゃん、わかる、お姉ちゃんっぽいよね、お姉ちゃんっぽいですよね、なんかこうしっかりしてるというか、うんうん、頼れるイメージがすごいあります、そうね、でもね、どこかこうちょっと完璧すぎないところがちょっと穴があったりとかするので、そういうとこも可愛らしいなと思いつつ、で、はい、どこのキャラクターと一緒に行くならどこに行きたいですか、スポーツ戦、みんなバスケセンター、キャッチボールしに行く、みんなナイス、ナイスやっぱそうだよな、みんな、しかもすげえ、さっきのよりも近いそう、やっぱ穴水とは運動したい、そうだよね、そうそうそう、運動やっぱね、運動者いつもねアクティブにやってるから、アクティブなイメージがやっぱり強いっていうところがありますから、うん、やっぱりそれも素晴らしい、いいですね、解釈一致ですね、いいですね、解釈一致、うん、ゴリは解釈一致かわかんないけどまあ言いたくないけど、まあ一致と言いましょうさすがといったところで、はい、さて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 、うん、続いては戸松遥香さんが演じる、白丸ゆいについてご紹介します、はい、まずは公式プロフィールどうぞ、はい、ガンタたちが通う供養高校天文部の OG、うん、在学中に全国高校生天体写真コンテストの大賞を受賞しています。なるほど、ではそれでは、はい、一斉に行きましょう、一斉に行きましょうか、おい、せーの、どん、おっ、師匠、師匠、師匠、すごっ、たまにいる先輩いや、でもそりゃそうだ、穴水から見たらそりゃそうなんだよな、穴水からしたらそうなんですよ、そうそうそう、なんかいるな、あの先輩、そう、あ、だ、あ、でもきっとね、うん、伊崎からはきっと話聞いてるだろうから、ちょっと、あ、この人か、みたいな、そう、先輩なんですよ、あ、みたいな、あっさりな、つまりにたまにいる先輩、そう、そして、なんと、うん、動物に例えると、
あ、おれれれれ白猫、猫、猫、猫もうやっぱ、わかるみんな猫なんだ、やっぱあの人は、ね、猫っぽいもん猫っぽいもんな、自由なところとか、ね、そうね、本当に自由だもん、うん、本当に自由ですから、うん、そして家族にするならどのポジション俺はなんか逆に猫っぽいから自由すぎてペット、うん、あーなるほどほうほう放り飼いしとくみたいな、餌、ね、の時間になったら戻ってくるなイメージですけど、うんうん、そうだった家族だった私正月に会うお年玉多めにくれる人だから親戚なんですよそうか親戚っぽい親戚親戚っぽいななるほどちょっとクールだけどクールで怖いかなって思うけど、うん、違うお年玉多めにくれる人なるほどねなるほどね、うんうんうん、でもねこれもねねいいとこまとえてますよ。わかるわかる。それはすごいわかる、ね、そして藤原さんが妹そうちょっとね案外なんか、ね、ちょっと原作とか見てたりしても、なんか、まあ、OG という先輩という立場でありながらも、はい、なんかねこうどこかしら可愛らしいところがあったりとか、はいはいはい、なんかねめっちゃからかいたくなってしまったんですよ。あ確かにちょっとわかるかもそうだからうれ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 ってさっきのねガンタじゃないですけどうれうれってからかってみたいなっていうのがありますね、うん、そして星空の写真を一緒に撮りたいっていうのは、はい、多分僕も一緒ですね天体観測で あれ私ちょっと餌で釣ろうとしてますごめんなさいお肉の食べ歩き白丸先輩ごめんなさいでも白丸先輩確かになんか食ってるそうなんですよ美味しいものに釣られてくれそうだからでテンション上がった白丸先輩を見たいんですあ確かに見てみたさ美味しいって言ってほしい多分声には出さないけど顔でわかるモノローグでわかるみたいななるほどねそれは確かにそうだな面白いはい続いてはですね、はい山下誠一郎さんが演じる受け川太をご紹介したいと思います、はい、プロフィールはこちらガンタの幼馴染でガンタが唯一不眠症であることを打ち明けた良き理解者です、うん、顔からしてもすっげえいいやつだ、ね、いいやついや本当にいいなんかもう山下さんのお声も相まって、めちゃめちゃいい人がもう爆上げみたいな感じになってて、はい、素敵な人です本当にじゃあそれではみんなで出してみましょうか、はい、せーのドンドンですね、僕あのページが1個くっついてるをあの見誤りまして自分で書きましたさすがよくやったぞめっちゃいいやつそう私も多くを語らないいいやつはい同級生同級生なんだろうな穴水から見る受け側って確かにそうなんだよな確かにあの深く関わらないんですよねですよここはこんだけこうなんかこうあいつ本当にいいやつなんだよってのが分かるけどそう穴水から見てみたらそう同級生だな本当にまあ なんかたまにいるよなみたいな感じの本当に、ね、なんか中身となんか一緒にいるなみたいなポジションかなみたいな確かにその通りなんですよね、うんうんうん、そして、動物で例えるなら僕ゾウかなおおゾウがいたあ、ね、いいやつゾウ確かにゾウいいやつ確かになんかこういい動物なんかこうどっしり構えてて、うん、何でも受け入れてくれそうなのはゾウかななんて思ったりもしたんですけどコモちゃんは、うん、私は狼なんですけどいい狼です、うんうん、なんかいい狼ですシベリアンハスキーみたいなねそんな感じめっちゃわかる確かに頼もしいところはある、うん、梶原さんもう犬種を特化されてますゴールデンレトリバーですねもう穏やかな包容力のあるそもそっとしてるけどワンちゃんそして家族にいたらどんな感じかというと、うん、僕は父かなわかる迷ったんですよね、まあ、なんかやっぱ頼りがいがあるっていうところでは父かなと思いますけど、うん、圧倒的兄です私は、うん、そして藤原さんも兄と兄でございますこれはあれなのかな女性と男性の違いなのかもしれないです、ね、私もね父とも迷って、うん、でも見守ってくれてますよ、うんうんうん、やっぱりこうなんでしょうね上っていう感じの立場、うん、確かにみんなのことを守ってくれるイメージが強いですね、うんうん、そして行きたい場所は僕はそんな父っていうのを踏まえた上でピクニックピクニックいいねなとか、うんうん、なんかこう特別何かするわけではないけどそれこそ見守ってくれてる、うんうん、自由にやってるのを見てる受け側がなんか微笑ましいなと、ね、確かにもうなんか一緒にいるだけでいいみたいな感じのとこあるよねそれこそ藤原さんもある意味では公園とかもそう、まあ、公園だった
ったらね何でもできるからね遊びなり一緒に遊ぶのもできるし散歩なり、うん、お弁当食べなり、うん、そう、それこそねピクニックみたいなこともできるし、うん、で一つ気になったんですけどこれは何ですか働いてるんですか違う違うあれめっちゃいやいそうじゃないですかこのケトルよくねってめっちゃえこっちの方がなんか何度まで上がるよとか言ってそうだよすごいなんか具体的ななんか想像がいるんですよ私の生活になんかガンタの時のねお買い物もそうだったけどいるんですよなんか的確な、うん、こっちの方がコスパいいよとか言ってくれるのが受け側くんなんでそんなそのぐらいいいやつなんですなるほどねそういう意味ね赤買ったらちょっとこの後なんか飽きるよだからベージュにしたらとか言ってくれそうなのが受け側くんですめっちゃリアルめっちゃリアル確かにでもありそう確かにな、うん、はい、これでイメージ調査のキャラクター紹介以上となりますが、はい、今回紹介したキャラクター以外にも様々なキャラクターが紹介しますこちら、うん、あいつものメンバーと、はい、いつものメンバーですね、いいですね、これ動物で例えたらとか言われたらなかなかに難しいところに、一人だけやりません動物で例えたら一人だけ？どれにする？どれにする？だって一人はカニでしょ？それもう決定だね。それはもう決定でしょ？うん、はいだむずいな。倉敷先生もちょっとウサギって入っちゃってるんで。ウサギ確かに。ちょっとイメージ。ののさんかはいだでやってみる。いいよ。どっちがいいかな。どっちがいいかな。コメント欄とかでどっちがいいとかっていうのは確かにあったりとかするかな。ちょっとお聞きしましょうか。お聞きしましょうか皆さん。皆さんどっちイメージなかなか湧かないんだよなこの2人に関しては皆さんのイメージも教えていただきたいあハイダくんがいいハイダくん、うんうん、はい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 私の推しがハイダくんなんですよ、はい、お推しなんですそうなんだハイダが多いハイダくんが多いハイダくんハイダくんすごい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 ハイダ人気だなお前じゃあハイダくんを動物でじゃあちょっと例えてみますか動物で動物で動物でか動物で例えてみましょうかこれであったらすごいですよハイダでしょ、なんだろうハイダかうわうーんうわ図鑑読んどけばよかった図鑑図鑑読んどけばよかったなんでまたキリンと同じパターンにしちゃうなんだろうハイダはねちょっと本当にパッて思いついたのにするねいや俺もパッて思いついたのだな、うん、ずっと考えちゃうかもしれない、うん、はいよしきたじゃあ出しますよはいせーのチンパンジー、チーター、ハイエナハイエナかハイエナなんかチンパンジーはこう彼ほら一緒につるむ人とか多いからグループのイメージ確かに確かにとかでこうなんかこう結構中心人物だったりとかするからあれなんですけど、うんうん、チーターまあ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 確かに、うん、多分神様に引っ張られたんでしょうね神様に引っ張られた、うん、でもめっちゃわかる、うんうんうん、一番気になってんのハイエナなんハイエナこれはね私も本当にパッてハイエナって出たんだけど、ね、なんでなんだろうなんでなんだろうこれはガツガツ行く感じかな、結構こう肉食な感じというか本当単純なイメージなんですけど、はい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 、なるほどねチャラい動物がちょっと出てこなかったですチャラいんだけど、うん、芯はしっかりしてる動物って何なんだろうね私も何だろうねそれすげえ難しいな動物ってそこまでの概念を求める確かにえハイエナ名前に引っ張られたよ確かに言われてみれば確かにハイエナって確かに、 確かに無意識でした無意識でしたわこうですねなるほど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 うまいなすごい皆さんありがとうございますなるほどねちょっと座布団あげたいぐらいでございますけどそれだったらもうね的確な問題ありがとうございますぜひですねプロフィールなどはねアニメ公式ページでも見ることができます、うん、そしてですね、はい、キャストからのコメントも掲載されていますので、うん、ぜひチェックしてみてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いしますそしてここからはなんと第1話の先行カットをお見せしてくれるお見せららしてくれるらしいんでなるほど皆さんで見ていきましょう、はい、せーのどうぞ
おお、これは本当にもうね、あの PV でも出てきますが、うんうんうん、ここから始まりますか、ね、ここからが始まりますから、ね、そして続いてこちら、はい、おお、あの寝てる子こんな顔するんです、見るとびっくりして、こんな顔するんですよね、でこちら、あらあらあら、青春ですね、青春でございます、これあのガンタがまた目がトローンとし始めてるところもいいんです、うん、うんうん、続いてこちら、あ、俺高校、中学時代全く同じ色のジャージ着てた、あ、真っ赤っかだったんだ、これであの僕ちょっとバス使っていく中学行ってたんですよ、え、超目立つんですよ、あ、男子も女子も赤、赤です、マジか、赤は目立つね、あのどこで何してるかすぐ分かるんですよね続いてこちら、ああいう日もね、いいですね、これを受けた、これ対比がまたいいですよね、うん、なんかこの眠れないっていうところとか、その内面とかでも明るく元気に前を向いてるイサキと、どこか遠くをぼんやり何か諦めてしまってるような顔のガンタ、うん、この対比のところがまたいいカットではございますね、うんうん、続いてこちら、さあ来ました、綺麗、ね、な背景シーンでございますけど、ね、写真みたいですよね、本当にそうなんですよね、こんなね、写真みたいなシーンがこの作品いっぱい続くんですよ、すっごい綺麗な作品なので、ぜひですね、うん、はい、楽しみにお待ちいただければなと思います、変更カットの紹介は以上となります、はい、はい、そしてなんと今回は特別に映像でも第1話冒頭部分をお見せしていただけるそうで、おお、それではご覧いただきましょう、皆さん揃っていきましょう、おいよ、せーの、どうぞ、夜になると目が冴える、布団に入って寝ようとするけど眠れないまま時間だけが過ぎていく、眠れないとマイナスなことばかり考えて不安とイライラでまた目が冴える、5時くらいになると新聞配達のバイクの音、向かいに住む年寄りの家のシャッターが開く音がする、おまけに犬まで、そして空が明るくなってカーテンから光が透けて朝が来て、今日もまた絶望する、やだよね、始まりますね、うん、もう本当にもう一つ一つの描写がめちゃめちゃ綺麗ですし、リアルにね、リアルで、あのピアノの音もすごい、そうピアノの音もね、あのなんかこう早朝感というか、うんうん、決して前に出すぎず、うん、でもどこかこう儚げ切なげっていうところがすごい、ピアノのね、うん、伴奏がすごい映えるシーンであるんですけど、はい、僕あの水飲むシーンとかすっごいこだわったんですよ、うん、リアルですよね、普通だったらもうゴクって飲んで終わりだったりとかする、うん、その後の絶望感出すんだったらこう、うん、みたいな、こうちょっと長めにこう、うん、あみたいなっていう感じのね、そういう息遣いだったりとかもこうキャスト陣みんな本当に丁寧にこだわって、うん、作らせていただいた作品ですので、乞うご期待でございます、よろしくお願いいたします、はい、お願いいたします。さあここからはですね、皆さんから事前にいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。ありがとうございます、はい、たくさんのメッセージありがとうございます。それではですね、早速1つ目から紹介していきたいと思います。はい、皆さんお願いします。はい、ペンネームトーマさんからいただきました、ありがとうございます。はい、 PV を見て心惹かれました、はい、キミソムの温かくどこか儚い青春の雰囲気が PV だけでも伝わってきて、本編の放送が待ちきれません。放送日は夜更かしして夜を楽しみたいと思います、というワクワクしてるお便りをいただきましたよ。ありがとうございます。続けてもう一ついきます、ね、はい、ペンネームレイリンさんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。佐藤さん、田村さん、藤原さん、スタッフの皆様こんばんは。こんばんは。前回の特番と AJ の2ステージを視聴させていただきまして、はい、先月先行上映会も参加させていただきました。おありがとうございます。特
特番とステージで座組の仲の良さが伝わってきて、だから選考の時に自分も彼ら彼女らのクラスメートの一員だと錯覚してしまったのかと、もともと読んでいる作品で続きも分かっていますが、放送がさらに楽しみになりました。いや、それ嬉しいですね。月曜日は大体お仕事でヘトヘトになって日付が変わる前に寝たくなりますが、リアタイ頑張ります。ありがとうございます。見て心を癒して翌日またお仕事を頑張ります。本当に楽しみすぎます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、そうなんですよ、選考上映会もありまして、ね、あのたくさんの年代の方、老若男女問わず、たくさんの方に来ていただきまして、こんなになんかいろんな層の方が見てくださっているんだ、期待してくださっているんだっていうのがね、すごい伝わって、嬉しいですね。嬉しかったんですけども、藤原さんはそもそもこの作品関わるって決まった時にどんなお気持ちでしたか？そうですね、なんか作品自体がすごくなんて言うんですか、青春ものだったりとか学生ものっていうことでもあったんで、私がこうなかなかなんて言うんですかね、今までこう触れたことのないようなこう作品感ではあったので、嬉しいですし、高校生大丈夫かなっていう、まあ不安はあったんですけど、でもすごく素敵な作品、原作読ませていただいてすごく素敵な作品だったので、めちゃめちゃなんか嬉しいなっていう気持ちでやっぱいっぱいになりましたね。藤原さんのキャッチボールやってる時の声あれここ本当に運動場なんじゃないかって思うぐらい、はい、すんごい穴水で、うわ大好きなんですよ。嬉しい。ずっとブースにいたいぐらい、聞いてたくなるぐらい、ボール飛んでんじゃねえかって思うぐらいすごい穴水でした。よかった、嬉しい。ちなみにあの、前回の放送でも言ったんですけど、うちのお姉ちゃんが、実の姉が穴水のこと推しなんですよ。あ、なんかおっしゃってくれてましたね。 ありがとうございます。あのお姉さん聞いてる、お姉ちゃんお姉さん、あの恐縮です、ありがとうございます。やったよ、言っといたよぜひ言っといたよ、ありがとうございます。とても嬉しいです。あの作品ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。すげえ丁寧に急に緊張バイバイみたいな感じになって、さあさあ続いてのお題いきたいと思います、はい、何が怖い怖い怖い、どうしたどうしたどうした、壊れた、なんだなんだ壊れた、なんだ、あれどうした。この作品をご覧の皆様、おい、多分今日ここがピークなんじゃないかと思うくらいのレベルのメールが来ました。なんだなんだ、読まさせていただきます。はい、お願いします。七尾市の茶谷市長からメッセージですちょっと待っていいですか、もう一度言います。七尾市の茶谷市長からメッセージです。君は放課後インソムニア市長からメッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんと、ご本人から。君は放課後インソムニアのアニメ放送が間もなく始まり、はい、ワクワクしています。4月9日の先行上映会にもお邪魔します。まさかの市長直々に、すごい、私生市長に会える。そう、私生市長だ。市長今ご覧になっておいででしょうか。もちろんですか。もしねご覧になっておいででしたら、コノちゃん頑張りますので、あ、見切れちゃった、はい、マガリー先役田村好みと申します。ふつつかものですがよろしくお願いいたします頑張って、はい、漫画やアニメの名場面が七尾市の街中に散りばめられていますので、皆さん七尾市で探してみてください。お待ちしておりますということでございます。ご覧になっていらっしゃるみたいです。茶谷吉高市長、お世話になっております。お世話になっておりますマウスプロモーションの田村好美と申します。アイムエンタープライズの佐藤健と申します。アーツビジョンの藤原夏美と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。これあれだよね。多分俺らもね、あのスタッフもびっくりしてるけど、あの市民の皆様もびっくりしてるんじゃないか。そうですね。すいません、なんかケトル買ってそうとか言って。すいませんでした。急に市長、あの いろいろ今後もどうぞよろしくお願いいたします。はい。よろしく続きよろしくお願いいたします。ああ笑っちゃった。体温が上がってまいりました。体温がすげえ上がってる。ええ、ピークだ。ピークだよもう。
あーびっくりした師匠見てるのねご覧になってるなこと言えないねいやすげーやすごいですね嬉しい限りでございます、本当にもう胸を張って私たち、ね、胸を張っても頑張りましょう、頑張りますなんか調子はきちきだってはい、はい、じゃあ藤原さんもいつお願いしてもいいですかはい、いまーす、ペンネームきなこさんからいただきました、はい、ありがとうございま す, いますはい、げんくん、こなちゃん、藤原さん、こんばんはこんばんは君ソム2回目の生特番おめでとうございます、はい、います、はい、アニメの放送を今か今かと心待ちにしているのでこの放送を見てさらに本編への期待を膨らませたいと思います、はい、藤原さんはキャストコメントで穴水を演じるのが難しく不安があったとおっしゃられていましたが具体的にどんなところが難しかったのでしょうかまた穴水はソフトボール部で快活な印象のキャラクターですがもう一度学生時代に戻って部活に入れるとしたら皆さんはどんな部活に入りたいですかというお便りいただきましたありがとうございますすいませんねさっきもちょろっと言ってしまったんですけれどもあのこういうなんか青春というか、まあ、そういうのを題材にした作品に関わらせていただくこと自体がこう稀なので、まあそうね、なんかその緊張ちゃんと、ね、なんか学生を演じられるのかとそういう緊張もありましたしやっぱ作風的にも、ね、なんかこうやっぱ繊細すごく繊細な作品なのでなんかそういうのをなんか自分の気持ちも調節しながらこう演じていくのがなかなか難しかったりとかディレクターさんからもこう声色の感じとかをいろいろご指導していただいたりとかもしたのでちょっとそこら辺にこう穴水に近づけるのになかなかこうなんだろうな難しかったなって思ったところではあったんですけどでも本当に回を重ねていくうちにもう本当になんかリアルななんだクラスメート本当に穴水としてとか本当にキャラクターになったみたいに皆さんともこう掛け合いをやらせていただいたりとかしてもうすごく楽しくもうやらせていただいたのでその感じがアニメでも皆さんに伝わればいいなと思いますのでそこも皆さんぜひ楽しみにして見ていただけたらと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、ね、お願いいたします、はい、そしてね、はい、皆さんは学生時代に戻って部活に入れるとしたらどんな部活に入りたいですかということであ俺もう一回剣道部戻って、うんうん、ちゃんとこうもっともっとこう突き詰めて戦ってみたいなあそうかもともと剣道部やるもともと剣道部だったんですけど、ね、なんかこう県大会とかでも1回戦で負けちゃうような弱小高校ではあったんですけど部員全員めちゃめちゃ仲良くて、うんうんうん、でもう一回こうなんか強くなるためにはどうしたらいいかっていう方向あなるほどでやってみたらどうなんだろうっていうのがちょっと気にはなってたりしますなるほどねさらにね、さらにみたいなうんちゃんとかは私は文化部で吹奏楽部だった、はいはい、おい一緒なんだがえっと楽器は何をやってましたかバスクラリネットですかっこいい私トランペットでしたおかっこいいナイスこうやってリード舐めるじゃないですか、うんうんうん、バスクラって、うんうん、あれが私憧れだったんですわあすいませんねごめんなさいちょっとごめんなさいちょっと私文化部だったんで、うんうん、運動系っていうんですか、はい、体育会系、うん、にちょっと入部してみたいなって確かに確かにもうできませんって言いたいへこたれなーって言いたいもうなるほどね、うんうん、それこそ穴水の部活みたいに確かにみんなでソフトボール部とかみんなでうんうん、藤原さんどうです？あ、でも私もそうですね。私もその吹奏楽部だったんですけど、うん、でも私すごくキャッチボールが好きなんですね、うん、なのでやっぱ穴水のキャラクターっていうのも含めてなんですけどソフトボール部とかやっぱそういうの結構入ってみたいなっていうのを大人になってちょくちょく思うことがあったので、うん、ソフトボール部に入って根気じゃないや心をガッツを鍛えたかったなっていうふうに思いました、いいですね、うん、なんかもしね皆さんとかもねこういう部活入ってみたかったななんていうのあったら、うん、コメント欄の方とかでもいっぱい書いていただけたらと思いますよろしくお願いしますはいということで本当にまだまだ読み足りないところではございますが、うん、たくさんのメッセージありがとうございましたありがとうございました視聴ありがとうございました視聴ありがとうございましたありがとうございましたあマスターとか言ってどうして俺だけが変なんだろう暇なんだったらもっと段ボール取ってきてくんない？いっつも自分だけ辛いみたいな顔してさ。寝れてないの？日本人の4人に1人は何かしらの睡眠障害を抱えているそうだ。うわっ！
然眠くならなくて誰にも言えない。俺と一緒。秘密やぜ。面白くしよう。楽しくしてても辛くても同じ朝が来るんだからね。イサキ星とか見るんだ。まったく夜更かしな奴らだな。夜二人で出かけたり連絡先を交換したり、マガリがいると眠れなくて退屈な夜も楽しくなる。これってどんな関係だろう。素晴らしい PV でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おーいおーいここからは、はい、こんなコーナーをお届けいたします。はい、題して君と放課後ゲームコーナー。放課後の学生らしくゲームをして遊んでいきたいと思います。はい、今回は嘘つき当てゲームというゲームをしていきたいと思います。前回もなんか ね楽しそうなのやってらっしゃいましたよね。前回もなんか嘘つきをこう炙り出すみたいな、ね、このここのスタッフさんは何ですか。破滅させる気ですね中を大丈夫ですか。なるほどね、まあ、昨日がねエイプリルフールだったんで、はい、まあね、それにちなんでということでね、はい、ゲームしていきたいと思うんですけれども、はい、ルールを説明いたします。はい、はい、こちらのゲームは出題者2名と回答者1名に分かれて行います。はい、はい、出題者側の2名のうち片方は嘘の話、はい、もう片方は本当の話をします。はい、はいはい、回答者は、2名に質問をしてどちらが嘘をついているか見抜くというゲームになっております。はい、ということでまず最初の組み合わせなんですけれども、うん、回答者は佐藤さん、はい、はい、出題者は私と田村さんでやってみましょう。はい、ということで早速やっていきたいと思います。 お題となるトークテーマはこちら、学生時代の苦手教科。なるほど、はい、ということで苦手か、なるほどね、苦手か、苦手ね、全部苦手なんだそれな勉強ダメ、勉強嫌いだったよ、苦手か、うん、苦手か、ね、ちょっとまあ考えつつ、はい、どちらが本当の話をしてどちらが嘘をつくかはこちらの青いカードですね、引いて決めたいと思います。はいはいはい、どちらがいいですか。たた、どっちがいい。私の右手か左手で選んで。じゃあ今日朝ごはん何食べましたか。なんだ朝ごはん、待って思い出せない、牛丼。あー、じゃあ左で。なんでなこれはなんでなんだろうかはい、ということで1枚ずつ私たちの手に届き、はい、はい、こちら見たいと、はい、どっちが本当か嘘か、はい、決まりましたね。はい、それでは、はい、苦手教科をスケッチブックの方に書いてください。はい、はい、苦手か、今の一連のやり取りって何だったんだろうね何だったんだろうね。片方見てたんだけど何にも分からなかったんだけど何も分からなかった。もうこれはあれですもんね、もうあのそうですね何、市長に引っ張られてるの。市からなんか出てるけど市長に引っ張られてる。危ない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 、大丈夫、あ私は大丈夫。あ、はいはい、うーん、これね、今回なんですけども、あの点数とかは僕は回答者として聞かないようにいたします。あ、まあ、それ聞いちゃうとね、もうすぐ分かっちゃったりとかもするので、それ以外の質問で。そうですね、あのテストの点数とかってことですね。そうです。あ、でも教科ですからね、教科ってね、いろいろあるもんね。いろいろありますから、高校時代まで含めたら大変に、うんうんうん、ご教科以外だってあるもんね。ご教科以外だってありますからうん、うん、何をそんなにいろいろ言ってるんだい大丈夫かいそれじゃあ出してもらっていいですか。はい、せーので、ドン。体育、国語、国語、はい、なるほどね、はい、どっちが苦手か、どう、これは苦手なのが本当なのはどちらかということですよね。そうだよね、嘘ついてる方がっていうことですよね。よし、じゃあ、質問できるのは2分間でございます。配信をご覧の皆さんも、僕と一緒にどちらが嘘をついているか考えながらご覧ください。それでは質問していきます。はい、質問タイムスタート。あー、体育、国語、あー、理系とかって得意でしょ。え
理系苦手です。理系苦手だった？理系苦手です。理系苦手だった。はい、はい、苦手でした。そうじゃん、理系は。理系は逆に得意だったってことになるのかな。私英語がちょっと苦手で、はい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 、数字よりかはその、はい、よくわからないこのモニョモニョっとした字を読み込むのがキャパが足りなくて。キャパが足りなかった。はい。でもね、同じその母国語なのに、うん、ちょっと何言ってんだろうっていう気にはなってたのでちょっと苦手かな。なるほどね。体育が苦手だった、うん、なんかまた珍しいイメージがありますけど、なんでその笑顔は何笑顔はずっと笑顔なんだけど、怪しくないですか？怪しくないですか？どう思います？いやでもね、国語苦手だった。でも国語苦手だったら声優って結構国語能力使ったりとかするから、あんまりやっぱり理系の方がに体力も使いますよ。体確かにね、声優さんって体力使いますよね。声優さんって体力使いますよね。先輩たちだから変えたね。数学が苦手？あ、変わるって何？いいんですか？いいんですか？変わるって何？何も知らないあなた。あなたたちは何も知らない。やっぱりこっちが苦手だったってことです。いや、あの太く書くとかそういう問題じゃないのよ。視聴者に分かりやすくするとかじゃないのよ。あなたは何も知らない。うん。みんな何も知らない。数学がじゃあ一番苦手と。数学が一番苦手だった。そう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 。でもか、そう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 。先輩がこんなんでいいんでしょうか。先輩が変えることはありなのでしょうか。私は数学が一番苦手だ。本当のことを言ってる人は僕はこのちゃんだと思います。嘘は藤原さんがついてると思います。それでは嘘をついてる人が手を挙げてください。せーの、はい。えイエーイ。めっちゃ得意です。やったー。まあだよね、得意に決まってるだろ。そりゃそうか、ごめん。国語が好きじゃなかったら声優になってないよ。そっか、苦手だろ数学は。あの本当に申し訳ないです。頭がこんがらがってました。はい。あなたは何をやってるの？あなたは、あなただってルール説明自分で読んだんだよ。確かに、確かに。え、そうです。本当にちゃんと分かってたんです。さっきございマスターで持ってかれてるんです。藤原さんはございマスターで持ってかれてます。分かってたんです。だって、数学が大の苦手。苦手。本当に国語が得意。得意。逆にそうです。私も数学苦手です。うん、そう。ちなみに佐藤さんは？そうなんです。いや、俺は数学が苦手。あ、同じですね。同じですね。俺と一緒だったら許されると思うなよ。すいません、本当に。得意なの会社。その通りでございます。すいません、本当に皆さん。じゃあもう一問くらい行きましょうか。はい。じゃあもう一問目のお題はこちらです。出会ったことがある野生動物。おーい。こちらは回答者はどちらになる？こちらは回答者は私でございます。はい。では、はいはいはい、私たちがこれを引きましょう。はい。好きな方をお選びください。はい、じゃあこっち。はい、オッケー。そうですよ、皆さん、どっちが嘘をついているか当てるゲームですからね。そうなんですよ。お分かり。もう一度言いましょうか。そう、どちらが嘘をついているか当てるゲームです。そう。そして、そうです。出会ったことがある野生動物を書いてくださいね。はい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 、はい、自分に言い聞かせてますか。今ルールの確認をすごいしてるね。ちょっとやめて。そう、私は嘘を見抜けばいい。私は嘘を見抜けばいい。そう。それを当てるために質問をする、今から。そう。分かったかい？皆さん、お分かりですか？私は嘘を見抜く。嘘を当てるために質問をする。はい。できました。整いましたでしょうか？整いました。はい。それでは、2人の出会ったことがある野生動物を聞いてみたいと思います。はい、オープン！ドン！鹿。ハクビシン。うん、
また絶妙なラインでございますね。だって本当のことを言ってますからね。本当のこと言ってますか。なんだよ。え、ハクビシンってさ、え、これ質問していいですもんね。じゃあここからまずですね、じゃあ質問タイムレディーゴー。2人ともどこでご覧になりましたか。僕京都です。おなるほど。私は静岡から、実家が静岡なんですけど。あれ一緒。えごめんなさい。なるほど静岡、本当ですよ、これは本当ですよ、後ほど。静岡から東京に行く高速道路で出会いました。シュッているんですよね、たまに。そういう体感じの、そういう感じです。ハクビシンだって思いました。たまにいるんですよね、ハクビシン。リアル、ちょっとざっくりしすぎじゃないですか。確かに、うん、リアルな感じは。京都じゃなくてあれか、奈良だわ。変えました。あ、さっきから説明されてます。同じことして、私と違うか。そっか。でも言いますか。でも確かにさ、私も京都とね、どっち西かさんいたっけ、どっちかしかいたっけって分かんなくなっちゃうけど、奈良だ。 何匹いた。30匹以上、あの取り囲まれて、鹿せんべいあるじゃないですか。あれを僕が配ってたんですよ。配ってたのに、他の、 あの鹿せんべい配ってるやつが全く、あの鹿寄ってこなくて、俺のところに60頭くらい来て、俺があの奈良の鹿公園をあの走り回されるって、鹿に追い回されるっていうエピソードがあります。なるほど。エピソードが綺麗すぎます。え、漫画すぎます。黙りな。はい。エピソード、私なんて聞いたんだっけ。何匹。1匹です。1匹か、はい、そんな多くいないもん。多すぎます。30は盛りすぎですよ。嘘じゃないと30はないです。うんうん、私もそう思うよ。ですよね。うん、いつ行った、いつ見た。小6です。高校生、違う、中学3年の修学旅行です。なるほどね。はい。うんうんうん。お二人は同じ作品でバディを組んでたかもしれないが、そんなのは今ぶった切る。私はハクビシンに会ったんだ。さあさあ藤原さん、どっちが嘘ついているかですもんね。嘘ついてますかっていう。いやちょっとね、同じ静岡出身っていうこともあるし、はい、まあ、バディ組んでたっていうこともあって、どっちも疑いたくはないんですけど、いやちょっと佐藤くんかな、嘘ついてんの、って思います。はい、ということでファイナルアンサー、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、はい、嘘をついているのは佐藤くんです。それでは、正解を教えてください。嘘をついていたのはどっちですか。せーの、はい。やー、会ったことない。ハクビシンって何ですか。知りません。ハクビシンって何ですか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 。いや、いるよねとか言ってたのちょっと恥ずかしくなってきた。ハクビシンって何ですか。タヌキとかならね、分かったりとか。確かに、なんか私もちょっとタヌキみたいな動物かなぐらいにしか全然。毛は生えてますよね。うん、と思う。なんで、いや、俺もなんだけど、こんなに誰も何も分からないんだよ。ハクビシンについて。確かに。ハクビシンよく出てきたね、逆に。これしか出てこなかったんです。なんで。出会ったことない。いやということで、鹿は本当で。なるほどね。本当に囲まれたんですか。本当に囲まれちゃった。あれだよ、あれ言葉詰まりすぎてたよ。そうだ、だってわざとですもん。わざと。だってそういうゲームでしょ。そう。あ、なるほど。以上で。はい、以上で。楽しかったですね。はい。はい、ということで、以上、君と放課後ゲームコーナーでした。はい。夜になると目が冴える。全然眠くならなくて。時間だけが過ぎていく。ここに会を発足します。その名は夜のお楽しみ会。面白くしよう。楽しくしてても辛くても同じ朝が来るんだからね。君たち2名を天文部に任命する。え、この先輩を当てにしなさい。知りたいことを教えてやるよ。夜しか撮れない星空写真をさ、眠れない俺たち2人が撮るんだぜ。本当だね。マゴリがいると
眠れなくて退屈な夜も楽しくなる。これってどんな関係だろう。私、中身がいないとさ、寝れないから。部活頑張んのもいいけど、楽しめる時に楽しまないと。美咲ちゃんと一緒に行こうって約束したんだろ。自分を取り巻く世界の回転はあまりにも早すぎて、その遠心力で振り落とされないように必死で寄り添っていた。ここからは君は放課後インソムニアからのお知らせです。まずはアニメ情報です。テレビアニメ君は放課後インソムニアは4月10日月曜日から順次放送となります。テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビ瀬戸内、テレビ北海道、 TBQ九州放送では4月10日月曜日24時から、 BS テレビ東京では24時30分から放送、北陸放送では4月13日木曜日25時25分から放送となります。そして配信情報です。4月10日月曜日25時から DMMTV、 D アニメストアにて先行配信がスタートします。そして今回初出し情報なのですが、その他配信サイトでは4月15日土曜日24時から配信開始となります。詳細はアニメ公式サイトをご確認ください。はい、続いて音楽情報です。テレビアニメ君は放課後インソムニアオープニングテーマは愛子さんのいつ会えたら、そしてエンディングテーマはホームカミングスさんのラプスでございます。こちらの楽曲が収録されたアルバムニューネイバーズは4月19日にリリースでございます。さらに作品を彩る劇版をまとめたオリジナルサウンドトラックは4月19日発売。今日ね、オリジナルサウンドトラックに合わせたショーツにしてきたんですよ。おお、本当だ。せっかくだから劇版、この本当にサントラやばい泣けるんですよ、作品のサントラ。ぜひ買っていただけたらと思いますが、本日はそのジャケット写真を初公開しちゃいます。こちらです。ドン、綺麗。わあ、いいね。本当写真みたいな綺麗だ一枚になっておりますが、さらに法人別オリジナル特典の絵柄も初公開します。こちらです。ドン、わあ、いっぱいある。あ、もう嬉しい名場面が盛りだくさんでございますので、ぜひぜひお買い求めください。そして林雄貴さんの紡ぐ音楽をぜひお楽しみください。はい、そして続いて原作情報です。小城誠先生による原作コミックスは現在第11週まで発売中。最新第12週は4日後4月6日に発売です。アニメと一緒に原作コミックスでも君は放課後インソムニアをお楽しみください。はい、続いてラジオ情報です。インターネットラジオステーション音声にて各週金曜日に君は放課後インソムニア秘密のラジオ活動というラジオ番組の配信が決定しました。パーソナリティは僕、私佐藤玄とこのちゃん、そして初回配信は4月7日金曜日でございます。コーナーなど番組の詳細はラジオの番組ページをご確認ください。はい、たくさんのメッセージお待ちしております。はい、実はね、はい、1回目は収録してしました ね。いや、何も知らないことだらけで、これこの耳のやつ何が聞こえるんですか収録現場の話ですね。そうです。なるほど。あ、なるほど。そっか、初めてだったんだ。全部が初めて。非常に初々しい1回目となったのでぜひ楽しみにしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そして最後に先行上映会のお知らせです。これめちゃめちゃ大事ですよ。4月9日日曜日に舞台となっている石川県七尾市にてテレビアニメ君は放課後インソムニア第1話から第3話までの先行上映会の開催が決定いたしました。上映後には私と池田裕樹監督、そしてポニーキャニオンのプロデューサーが登壇するトークショーも実施いたします。会場は七尾市文化ホール。現在先行上映会の応募フォームにてご招待の応募を受付中となっております。はい、締め切りは明日です。4月3日月曜日17時までとなっております。地方の方はもちろんのこと、この機会にぜひ七尾市に行ってみたいという方、お待ちしております。どうかどうか見切れてる
どうか切れてる。どうかどうかどうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと今日の放送の感想とかコメントで書いてくれたらめっちゃ嬉しいです。嬉しいです。お願いします。お願いします。皆さんもお願いいたします。お願いいたします。凛としちゃうよ。はい、ありがとうございます。はい、以上君は放課後インソムニアからのお知らせでした。市長がお待ちしてます。ありがとうございます市長。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでお届けしてまいりましたアニメ君は放課後インソムニア生配信、そろそろお別れのお時間となってしまいましたが、という間ですね。はい、どうでした？2回目ですからね。どうですか？どうですか？市長もどうですか？私成長してませんか？私成長してませんか？おー、市長に聞くその胆力すげえぞ。ほらまあ良いと思うんですよね。この落ち着いてね、市長。いや、藤原さんどうでした？今回初めてということでございましたけど。楽しかったです。あ、いやでもね、この放送前にね、こうやって作品のことについて語れるのはやっぱ嬉しいものですよね。キャラクターとか、まあね、ゲームもすごく楽しかったなと思いますし、もうね、作品がやっぱ素敵なので、皆さんにももうちょっとでも多くの方に見ていただきたいので、もうそれが皆さんに伝わればいいなと思います。はい、ぜひ楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後に私締めさせていただきます。はい、本当にまずこの生配信ご覧いただきありがとうございました。そして視聴本当にありがとうございました。見ていただき、七尾市さん全体でね、この作品を応援してくださっているということで、はい、もちろん我々アニメ勢もそうですけども、実写勢もね、ものすごい勢いで活動もされていたりとか、実写もアニメも一緒に七尾市を盛り上げようという活動意気込みで全員頑張っております。でそしてね、この作品を通してやっぱりこう眠れない夜が眠れる夜になるように、そして暖かい夜に暖かい涙になれるような世界になってくれたらいいなと本当に心から願っております。どうかこの作品を最後まで楽しんでいただけたら嬉しく思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、いよいよアニメが近づいてまいりました。はい、お間違いのないように4月10日でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、お願いいたします。はい、ということでここまでのお相手はテレビアニメ君は放課後インソムニア中見ガンタ役の佐藤玄斗、曲がり伊崎役田村好美と、穴水かなみ役の藤原夏美でした。おやすみなさい。市長ありがとうございました。ありがとうございました。市長もおやすみなさい。おやすみなさい。